はい、だいぶ前に梅雨明けしたはずなんですけれども、結構その後ですね、雨が降る日が続いていまして、まあ、昨日も少しにわか雨といいますか降りましたし、明日も雨予報というとことで、まあ、台風の影響もあるんでしょうけれども、で今日はですね、まあ、たまたま一日中晴れ予報ですね、まあ、ただちょっとパラつきましたね、まあ、通り雨といいますか、ちょうど雨雲の下に入ってしまって、ね、パラパラと、雨に当たったんですけれども、まあ、でも、全然あの土砂降りっていう感じではなく、まあまあ、あの誤差の範囲内なのかなということで、今日はバイクに乗りました。だいぶ久しぶりのバイクなんですけど、やっぱり暑いです。もう30度を気温超えているんですけれども、まあまあ、あの走り出せば涼しいです。走ってる間は涼しくてですね、まあエンジン周りちょっと下半身がですね、少し足のあたりがちょっと暖かいというか暑いぐらいでですね、まあ、全身風を浴びながら気持ちよく走ることはできてます。で今日も出てくるときですね、かなり、腰が重くてですね、あと汗がもうダラダラ出てしまって、もう準備してる間にこう汗がダラダラ出てしまってですね、まあ夏の宿命といいますか、まあ、私はこの中到底ですね、ツーリングですとかね、まあ夏にはちょっとできないなと、改めてこのバイク熱といいますかね、バイクに対する思いがまあ比較的どうなんでしょう、高くはないなということは確認しました。まあ、ただあの走ると本当に楽しくてですね、あの曇り空なんですよね今日。そこまでずっと日が出てなくて雲が多めですね。まあ、明日にかけて、雨予報ですので、まあ、どんどんこの雲が増えていくのかなと思います。本当に今日はいいタイミングでですね、バイクに乗れたかなというふうに思います。まあ、今の時期ですね、お盆の時期ですので、結構バイクに乗られてですね、ツーリングされている方多いですけどもね、改めて尊敬といいますか、すごいなと、やっぱりそれくらいの熱意がないとですね、バイクに乗り続けることはできないなと。まあ、ただでさえもですね、冬場雪が降ってしまうとバイクに乗れないわけで、実質ですね、まあ、雨、まあ、梅雨の時期も、ありましたけども、まあ、実質乗れる時期なんていうのは本当に、快適に乗れる時期なんていうのは、まあ、春と秋の数ヶ月というところでですね、なかなかどんどんタイミング逃すとバイクに乗ることが少なくなってくるんですけど、まあ、たまに乗るから楽しくていいのかもしれませんね。毎日乗ってるとやっぱり車の中っていうのは快適ですし、エアコンも効いてますしね、まあ、荷物も結構乗せれますし、まあ、便利は便利なんですけど、はい、まあ売る予定はないですので、売却する予定はないですのでね、まあ、維持管理というところも含めてまたタイミング見て乗りたいかなと、乗ろうかなというふうに思います。はい、ということで以上。